こんにちは、バーチャルゲームブロガーのラユです。気軽にラユちゃんと呼んでもらいたい。現在任天堂スイッチソフトが大量にセール中。この動画では今週追加されたセールタイトルの中から俺がプレイしたものやおすすめのものを軽く紹介するスピードチェック動画となっているぞ。紹介するタイトルはこの11本。データは2020年6月27日付なのでご注意を。また同じ内容をブログでも紹介中。こっちにはレビューのリンクもあるので、文章でより深く知りたい方はそちらもよろしくお願いします。早速行こう。鬼剣 61% オフの380円。いかにもって感じのファミコン風アクションだが完成度は高い。軽快な刀攻撃で敵を切りまくり、歯応え満点の一本だ。戦って楽しい敵の個性付けに演出、ステージ配置など実にしっかりしている。難易度は高めだが、アクションゲーム好きな人だったら程よい手応えかな。 G モードアーカイブス01フライハイトクラウディア 10% オフの450円。2004年にガラケー配信された RPG の移植だ。ファンの多い作品で、ガラケーでスーパーファミコンの対策 RPG みたいなのを作りたいっていう意気込みが強く感じられる内容。ただね、ひたすら冗長なダンジョンとかね、今遊ぶにはちょっときついかな。当時の空気を感じたい人だったらどうぞってとこか。 G モードアーカイブス02愛と労働の日々 10% オフの450円。こちらも2005年頃にガラケーで配信されたアクションの移植だ。弾を転がす謎の仕事でコツコツとお金を稼いで、欲しいものを買ったり嫁さんを金で買ったりする内容だ。なかなかぶっ飛んでる。ゲームとしては単調で完全な一発ネタなんだけど、シュールかつ妙に世知辛い雰囲気が楽しいぜ。レッドです 40% オフの300円。退屈かつ大味、 BGM の眠さもやばいシューティング、300円でもおすすめはできない。過去に動画レビューもしたので詳しくはそちらをチェックしてくれ。別にチェックしなくてもいい。ロードランナーレガシー 50% オフの600円。往年のアクションパズルゲームの最新作。敵ロボットを避けて金塊を回収、ゴールまで行くという分かりやすい作りだ。しかしどういうルートを通るか、どのタイミングで敵を倒すかの試行錯誤が熱い。100を超えるステージにキャラやステージを作成してオンラインで共有する機能もある。ゲームとしての面白さもモードの多彩さも大満足。600円どころか1200円でも安い一本だ。僕らの消しゴム落とし 40% オフの870円。消しゴム落としをゲーム化した対戦アクションゲーム。消しゴムじゃねえだろって言いたくなる物体が大量に登場するバカゲーだ。まあ、ゲームとしては単調でバランスも悪いんだけど、バカ要素の盛りだくさんさとモードの多さでカバーできてるかな。ちょっと微妙なラインだな。雰囲気が好みに合えば楽しめるとは思うね。マーズカオスメナス 30% オフの700円だ。ダメなシューティングのお約束を詰め込んだようなゲーム。蒸気を逸した画面の見づらさはある意味必見かな。ドラゴンファング Z 勇者ロゼと宿り木の迷宮 50% オフの1200円。難易度はかなり高いが、不思議のダンジョンシリーズなどのローグライクが好きならば一押し。モンスターが使ってよし装備してよしのファングというアイテムを落とす。そしてブレイブという周りに障害物がない場所で戦うとパワーアップするシステムがある。この2つがね、ゲームをぐっと奥深くしていて、取れる戦略が幅広い。操作性周りも良好で本当に面白いゲームだ。 DLC で追加ダンジョンも満載、めちゃくちゃ遊べるぜ。ジューシーリーム 30% オフの1050円。自動生成のダンジョンを進み、拾った武器で全方位に撃ちまくる、いわゆるツインスティックシューティングだが、可愛いプレイヤーキャラもフルーツがモチーフの敵キャラもカラフルな背景もとにかくいい。この手のゲームは結構ね、難しめの名作が多いんだけど、本作は難易度低めで遊びやすいのが特徴だ。甘くてスカッと爽やかな一本。スーパーウィークエンドモード、見た目は超キュート、 PV がマジで可愛いのでぜひ見てほしい。しかしゲーム部分はめっちゃ高難易度。ゲームとしてはそのボス戦のみのシューティングに近い構成なんだけど、単純なシステムでひたすらに反射神経を要求される。かなりしんどいぞ。まあ100円なら試しにね、くたばってみるのもいいかもな。パンティーパーティー 20% オフの1200円。パンティーとパンティーがビームを打ち合う対戦アクションゲームだ。まあキャラをパンツにしたガンダム VS シリーズみたいな感じ。
どういう感じだ。ストーリーモードでは正義のパンティと悪のパンティが戦う物語が展開される。来い、愛を知らないボロキレども。ノリはイカれてていいんだけど、一人用モードがあんまり面白くないのが辛いところ。ま、悪いゲームではないかな。こんなところだ。まとめると、ドラゴンファング Z、竜者ロゼと宿り木の迷宮と、ロードランナーレガシーが特におすすめ。ジューシーリームと鬼剣もかなりいいかな。参考にしてくれ。では、今回は以上だ。またここで会おう。さらばー。